おはようございます。2月17日月曜日の東京インフォメーションです。障害者のスポーツに関する意識調査の結果がまとまりました。それによりますと、週に1日以上スポーツや運動した人は前回調査より4.6ポイント増え37.0%で、しなかった人は2.9ポイント減って47.0%でした。 実施したスポーツを種目別に見ると、ウォーキング・散歩が最も多く70%を超えていました。スポーツをする場所は、道路や遊歩道を挙げた人が半数近くいました。スポーツ・運動する際、一緒にする人では1人と答えた人が最も多く、次いで家族と一緒となっています。スポーツや運動を行う理由は、健康・体力づくりのためが60%を超え、 逆にしない理由は活動したいと思わないがトップでしたスポーツ運動を行う際に必要と考える支援は適切な指導者障害に合わせたプログラムの充実などが上位に入りました東京2020大会を見たいと考えている人は半数近くに及びテレビラジオインターネット配信などで観戦したいが33.2% 協議会場で直接観戦死体が12.8%となっています2月は23区内の固定資産税・都市計画税第4期分の納期です去年6月に発送された納付書を使いお近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアまたは都税事務所・都税支所・市長で来月2日月曜日までに納めてください 納税には安心で便利な口座振替が利用できますまた金融機関郵便局のページ対応の ATM インターネットバンキングやモバイルバンキングのほかインターネット上の専用サイトからクレジットカードでも納付できますなお新規に口座振替やインターネットバンキングモバイルバンキングを利用する場合は事前に金融機関または郵便局などへの利用申し込みが必要となります 詳しくは最寄りの都税事務所までお問い合わせください。平日の午前8時半から午後5時まで対応しています。T プロサポーターバンクの登録者を募集しています。これは東京学校支援機構が運営するマッチングサービスで、個人・企業・団体などのサポーターに学校を紹介するとともに、 学校や教育委員会にサポーターを紹介するシステムです登録料や紹介料はかかりませんサポーターが行うのは部活動、教職員の事務学習特別支援教育、心理、福祉、日本語指導、ICT その他専門的な知識や技能を活用した支援です活動場所は都内の公立小学校、中学校、 義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校のいずれかです。インターネットで個人でも団体でも登録することができます。学校での活動経験がない人には研修と面談を実施します。この研修は活動経験がある人も受講できます。 AIIT シニアスタートアッププログラムの成果発表会と終了式が行われますこれは障害現役都市の実現に向けて産業技術大学院大学が実施しているシニア層の起業に向けた新たな教育プログラムで 当日は去年8月から行ってきたプログラムの概略説明に続いて、東京都日野原村における地域ビジネスを考えるをテーマに、4つのチームによる成果発表と質疑応答が行われます。その後、受講生の修了式が行われます。開催は今月29日土曜日午後1時から、丸の内にあるスタートアップハブ東京です。参加は無料で、定員は先着50人、50人程度、 ホームページからお申し込みください。東京都は新型コロナウイルスに関するコールセンターを設置し、都民からの相談に03-5320-4509で午前9時から午後9時まで対応しています。ここまで東京インフォメーションでした。